バッチリです。もう通常練習もいけます。軽い捻挫でしたしね。うわっ、いくら攻撃力が高くてもさ、その攻撃までつなげなきゃ意味ないんだよ。月島狙い。無理しないでください。ん、影山君、あの野草男誰ですか？僕とても不愉快です。あれが正常の首相だ。やっほー、トビオちゃん久しぶり。おい、くれぐれも夜更かしなんかすんじゃねえぞ。イワちゃんは俺のお母ちゃんですか？あ、ごめんごめんごめん、しないしない、コンディションは万全で行くって。くだらねえこと言ってんじゃねえ、クソ及川。部室閉めんだからちんたらすんな、グズ川。悪口を略さないで。グズ及川、言い直さなくていいよ。写真？もちろん。うわー！おいこさん！いったー！監督にもぶたれたことないのに！お？ちゃんとわかってるね。ちっちゃい君。え？最後のワンタッチとブロード、すごかったね。え？あー、へへへ。次は最初から全力でやろうね。じゃ、もう一本ね。こら大王様、でも狙え、取ってやれ、狙えよ。大王様、でもさ、一人で全部守れないよ。まだセットアップは見せてなかったし。あ、そうそう、もちろんサーブも磨いておくからね。トビオちゃん、チビちゃん、元気に変人コンビやってる？大王様、いた、痛いよ、イワちゃん。インハイ予選はもうすぐだ、ちゃんと生き残ってよ。俺はこのクソ可愛い後輩を公式戦で同じセッターとして正々堂々叩き潰したいんだからさ。普通のちゃんとした攻撃されると調子狂うな。つい10番見すぎちゃうよな。イワちゃん、足りない頭使うと頭痛くなるよ。トスはね、トス回しでトビオにかなうやつ県内にはいないんじゃない？まあサーブもブロックもスパイクも負けないけどね。あ、いった、ボスも負けないって言えよ、クソ及川。てめえセッターだろうが。だって本当のことだもん。盛大に吹かしたな。なんてすごいホームランだ。王者もダークホースも全部食って全国に行くのは俺たちだよ。だからこそレシーブを崩すんでしょ。公式戦でカラスノと当たったらレシーブめっちゃくちゃに乱して、まともにトス回しする機会なんか与えずに一人だけ上手くたって勝てないんだよ。ドンマイって言いたい、言いたい。岩泉さんかっけー。岩ちゃんに負けた気分。お前は今までのいつ俺に勝ったんだ。いいじゃん、マッキー、キレッキレだね。うん。ごめん金田一、今の少し高かったね。あ、いや、ない。いいわちゃん、ちょっと力んでない？いいとこ見せようとしなくていいんだよ。女の子は誰もいわちゃんなんて見てないからね。オッケー。おい、お、いつも通りでいい、俺に勝負させろ。ういっす。よーし、やるか。それじゃあ今日も。信じてるよ、お前ら。
目の前の相手さえ見えてない奴がその先にいる相手を倒せるもんかよ。そうだね。やっ、トビオちゃん、今日は天才セッターを倒すのを楽しみにしてきたから、頑張って食らいついて。同じのやるからね。ボケっとしないで、ちゃんと警戒してね。次も同じのやるんで、ちゃんと警戒してくださいね。このクソガキ。俺は勝って全国に行きたいんだ。勝つために俺はもっと。俺がってうるせえ。それじゃあお手本を見せようか。冗談じゃねえぞボケ。てめえの出来がイコールチームの出来だなんて思い上がってるならぶん殴るぞ。もう殴ってるよ。おいこら、まだトスは叶わないなんて言うんじゃねえだろうな。トビオに叶わないよ。あんなピンポイント上げられないし。いや怒んないで繰り返せ。そいそーい。元気だな。そんで厄介だね。影山何笑ってんだ。殴るぞ。すぐ殴るっていうのやめなよ岩ちゃん。才能ではかなわなくてもみんなが一番打ちやすいトスを上げる自信はあるよ。だからセッターとしては負けない。おい、その顔とポーズ腹立つ、やめろ。ひどいな。珍しく裏のない笑顔だな。俺の笑顔はいつもまっすぐ純粋だよ。まっすぐ純粋って響きがすでに不純だ。なんか初っ端のお前のサーブを信じてる。ミスったらラーメンおごりで。カラスノの基礎攻撃力が高いのは確かだけど、そういうチームとは今まで何回も戦ってきた。さあ突き放しに行こう。昨日も監督に注意されたろうが。6人で強い方が強い。すまん、強く頭突きしすぎたか。うん、なんかなんだろうな、これがぜん無敵な気分。っていうか岩ちゃん、悪口ボケしか言えないの。右からも鼻血出してやろうか。ありゃ、これでチャラな。どっちだって同じ言ってんだ。サブ教えてください。そしてトビオちゃん、お前がこの先どう進むのか知らないけど、つか戦う時はぶっ潰してやるから覚悟してなよ。使いますか。うるさい。及川、試合中に牛若の顔ちらついてんならぶっ飛ばすからな。トビオ、急速に進化するお前に俺は負けるのかもしれないね。でもそれは今日じゃない。じゃあ、おいかさん、嫌だね。ベーグベーグアクビーデ。まだ何も言ってねえよ。おいかさん、聞こえない。何も聞こえない。乱れた。頼む、おいか。なんだお前、いたのかよ。どっちが勝ってもムカつくから行かねえって言ってたろ。どっちが勝ってもどっちかの負けっ面は拝めるからね。うんこ野郎だな。タイミングの早い超ロングセットアップ。4番が入ってきてる。才能は開花させ。
せるもの、センスは磨くもの、ドンピシャ。悠長にいじけてらんないんだよ。それにしてもあの10番相変わらずの運動量だな。確かに化け物だよあれは。でもその化け物に付き合わされる方はたまったもんじゃないけどね。あと土壇場での嫌な返球な。さすがお前の弟子だわ。弟子じゃねえし。はあ、そんで極めつけ、いつもと違うことをやりに来たチビちゃんにちゃんと合わせた。くっ、6人で強い方が強い。つらげーチャージボールよこせー。来い、お前の最強の武器で来い。飛びよ。さあさっさと帰んべ。表彰式なんて死んでも見たくないからね。お前つくず。